就労移行支援と定着支援というお仕事をしておりまして、まあ、簡単に言うと就職に向けて一緒に面接練習をしたり履歴書を一緒に添削させていただいたり、あとマナーについて学ぶ場をご提供しております。その他にも就職した後別に定着してこう働けるかっていう定着のサポートをするお仕事をしております。一番のやりがいは直接利用者さんの変化を見ることができる点です。なかなか生活とかこう勤怠とか安定してなかった方がこう分かりやすく安定してきたり、就職をされた後にこうそれ自分なりのキャリアプランなどがどんどん出てくる点がすごい見ていて嬉しいなと思います。そうですね、本当に入社当時から変わらないスタンスなんですけど、本当に素直と自然体っていうところがとても素敵だなっていつも感じてます。なかなかこう自己発信が苦手な方も中にはいらっしゃって、やることは分かっていてもなかなか行動に移せないっていう方もいらっしゃったりして、でただ他のスタッフが割と他のメンバーさんに関わっているとこう声かけが回りきらないみたいな時があるんですけど、いち早く倉田さん気づいてくださって、その方に声かけしに行ったりですとか、全体を見てすぐ動いてくれるっていうところは、はい、いつも助かってるなって思ってます。福祉マネジメントコースならではの社会福祉マネジメントのようなこう授業を受けたことによって、こう企業さんのいろいろな興味深い取り組みを知ることができましたし、就職活動の中でもどのような企業さんがいるかっていうのを知れるきっかけになりました。また就職した後は利用者さんに就職先をおすすめする中で福祉関連の企業さんを知っているので、すごくそこで役に立ったなと思います。